今回は小笠原定宗という序盤の強敵に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。読み返すと思っていた以上にめちゃくちゃ強いし、若君のライバルキャラしてるなこのおっさん。終盤でも強敵だよ。この先また若たちと相見える展開があるので高氏以上の宿命のライバル枠。五大院の氏上も強かったし、逃げ若は主人公のレベルや都合関係なしに序盤から強敵が出てくる。こういうところがゲームじゃなくて歴史って感じがするわ。あいつもさらっと大木切り倒すとか化け物みたいなことしてるのに、後々出てくる奴らがいろんな意味で上気してるのばっかりなせいで、相対的に中の下くらいの印象になってるのだいぶ無強よな。今思うと綾子全力の奇襲を後ろでで軽々と受け止めてるのも結構やばい。序盤の強敵としてアニメで描写が盛られ、ワンピースのヒグマ並みに人気が出る俺。うぬぼれるなよ。めっちゃかっこいい。シナノ勢は鬼ごっこカットインと武士カットインあるのいいよね。シナノ守護で他の鬼ごっこ相手と違っておにゃないんだな。定宗と召喚は若を隠したに見てる鬼モードと対等の相手として、情け容赦なく殺しに来る侍モードの二つのカットインがある。じゃあ高氏が人として動揺して若を敵とみなした時に正義大将軍になるんかな。ギャグもできるし頭も良いし戦闘能力はクソ高い。何より敵でありながら主人公である時行を成長させてくれた大事な存在。こんなん誰だって好きになるだろ。序盤の強敵武力値90。高氏、新田と並んで90代だからほんとすごい。これに現状並べるの楠木殿と北畑秋家ぐらいじゃないか。序盤の強敵最後まで強敵。あの蛮族が強さ関係なしに戦場で死にまくっていく時代で畳の上で死んだ強者だぞ。この時代最強の武器の最強の使い手だからな。何気にずっと高氏方のまま戦い抜いたあの時代には珍しい忠臣。しかもあの新田さんに事実上のとどめを刺した強キャラや。最初に使えてたのは鎌倉幕府なんだが。それ言うたら高氏もやで。え、このおっさんそんな真摯な人だったの？ってなった。あの新田殿に即撤退を選択させたのやっぱやべえって。新田殿とのバトルを見るに正面切っての怠慢だと序盤で出てくるような相手じゃないよな。今だから言えるけど、犬追う者の時はネウロの犯人みてえな小物臭さあるなとか思ってました。さあせん。表情一変する場面までは小物 A くらいだと思ってたし、その場面から一気にテンション上がった。高氏ですら一撃も当てられなかった時雪相手に弓矢当ててるのは素でやばい。直接活躍しなくても周りからの評価は一貫してクソ高いことが、読者に徐々に開示されるの漫画がうまいよね。音だけで若宮をかすらせる男が、あの方には遠く及ばん、というのすごく好き。頼重の後光にやられてへへーって感じになってるあの時と、巫女の耳を言った時の小物感がすごすぎておかしくなる。千里眼鬼ってネーミングが格好良い。無抵抗の初太を変態仲間と攻めてた変態なのに、格好良いとこ多すぎるかと思えば、犬追うもので恥かいた直後に嬉しそうに手振ってきたり、告知に二行ってさせられる愛嬌もあったり。目が強いキャラってデザイン的にも印象強くてすごくいい。そろそろ息子さんも出てきそうだけど、どんなキャラ付けされるだろうか。父親の眼力を受け継ぐのか、目、耳と北から鼻が効くキャラにされるのか。鼻担当はもう出てる。目力が強すぎること以外は普通にイケオジだよな。小笠原殿の若い頃の姿見てみたいな。夜目が効くから夜中でもあの威力と精度の弓が飛んでくるのは無法すぎる。丸太を割り砕く威力だからな。そんな号泣を引けるのってもしかして腕力も相当ある？号泣引く球兵は利き腕の筋肉だけ栄養に発達してたりするらしい。超怪力だと思うよこの人。鎮西八郎だって片腕の長さが違うらしいからな。那須与一も弓矢の練習のしすぎで左腕が伸びたと伝わってるな。というか長弓を日常的に引くと、どうしても引き手が伸びる。イギリスのロングボウ隊なんかも基本引く手が長かったそうだし。小笠原殿の弓は四人針らしいので、そんな号泣を若様が見とれるほど、幽霊な射肩で精密射撃できるとか、腕力も体幹も人並み外れてると思われる。作中でこの年になると夜目が効かんって、言ってた気がするけど、前世紀はこれよりもっとヤバかったとかマジ？若い頃は赤外線まで見えてたのかもしれん。若い頃の顔は阿部寛みたいなのかも。トッキーの正体を見極めてやるわと呼び出しておきながら正しい座り方を教えてあげちゃうあたり、どこか人の良さも感じさせるところが好きだ。礼儀作法を教えてくれるところ好き。作法は含めて。めっちゃ真摯に礼節を解きつつ、それはそれこれはこれと、ダブスタムーブを平然とできるのメンタル強者すぎて好き。犬追うもので子供に負けておいて、追い出す大義名分できたら、
ニコニコで手振りながら戻ってくるメンタルは強い。正座なんて座り方を考案したことについては、そしてそれを礼儀正しい座り方と位置づけたことについても少し恨んでいる。時行の正体を知ってみんなが動揺してる中即飛び出していくとこ好き。時行が死んだ誤報知らせを聞いた時に、残念に思うのか仕方ないと非常な対応なのかどっちに転んでも美味しいキャラ。幾度となく絡みのあった因縁の強敵が最後の決戦で勝ち逃げされて、散々に呪詛とバリゾーゴンを撒き散らしてから最後の最後にふっと笑って頑張れってつぶやくのうるっとくる。主人公の師匠ポジでもあるという、身内任されるぐらいには強いっていう自己評価が実際性格なんだろうな。まだ10歳にもなってない主人公のライバル役としておっさんが配置されるのも歴史って感じするよな。普通は主人公のライバル役って同年代になるじゃん。まあ一言でライバルと言っても、友情の延長的なライバルと宿命の敵的なライバルとがいるからな。若君の一応の狂年までやるとすればこの人は途中退場だよな。何らかの形で最後に立ち会えるといいな。正直今のところ小笠原さんを超えるキャラが出てないかも。俺の脳内でギリギリ高氏が対抗できるかどうかってぐらい。変態の思い出ばっか。アニメ一期とかこいつの出番だらけになりそう。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしてください。